大阪市にある映画のテーマパークユニバーサルスタジオジャパンで26日新しいホラーアトラクションが報道陣らに公開されました。このアトラクションはザ・マミーミュージアムハムナプトラ神々の呪いというものです。閉館された博物館を歩いて巡るツアーに参加するという設定で、コースは2つあります。体験した人たちは暗闇の中からリアルなミイラが出現すると大きな叫び声を上げていました。内装がすごい綺麗に本当の博物館の夜みたいな感じで、でもいるのはお化けっぽいミイラやし、でミイラが実際に本当の人間ちゃんとやってるんだなって分かるぐらい、すごいこうリアルに襲ってくる感じが出てきてて、すごい怖かったです。このアトラクションは28日から一般公開されます。